はい、皆さんこんにちは、榊篤でございます。1日の金曜日の3時を回りました。今日の日経平均はですね、マイナス155円で終わりましたね。現在ドル円は122円ということでございまして、原油先物は 99.06 と、ちょっとかなり弱含んでいますね。ちょっと本題行きましょう。デイリー新潮でございまして、鈴沖貴文さん、半島を読むというシリーズでございまして、背中かいわ。中国が早くもユン・ソクヨル叩き。米国はなんちゃって親米はやめろというタイトルで、これ超面白かった。超面白かったんだけど、晴れませんのでね、探してください。これは面白いですよ。中国が早くもユン・ソクヨル叩き。米国はなんちゃって親米はやめろという記事でございまして、米韓同盟の復元を訴えるユン・ソクヨル氏が韓国の大統領に当選した。中国は直ちに舐めたら承知しないぞと脅した。すると米国が親米をやるなら本気でやれと韓国に喝を入れた。早くも始まった米中板挟みを韓国監察者の鈴沖貴文氏が解説するということでですね、まず中国側からですね、その散布政策のお前らちゃんと守んやろうなというふうにこう喝を入れられてますね。中国共産党の対外宣伝メディアグローバルタイムズが韓国を威嚇しましたということでですね、いわゆる散布政策をですね、お前それやめたら承知せへんぜというふうにですね、こうはめてるわけですね。この三能政策というか、ここ鈴木さん書いてますけど、これはですね、かなり厳しいわけなんですよ。これはムン・ジェインさんが中国に対してこうしますって言うたのか、中国はそうせえって言うたのか、それ知りませんよ。でもなんかムン・ジェインさんが言うたっぽいやありますけどね。まず追加配備を米国に認めない、サードですね。で、MD、ミサイル防衛網を米国と構築しない。韓米日三国軍事同盟など中国包囲網に参加しないという、現実に言われる厳しい、あれですね。散布政策、サードを導入したのはパク・クネさんなんですけども、前任者の。サード導入した途端にですね、中国はですね、団体旅行禁止、韓流文化流入禁止、ゲーム輸入禁止ということにしたわけですね。はっきり言いませんよ。はっきり言わんとやるところは嫌らしいところです。で、ロッテ百貨店を追い出しました。いや、なんかすごいなと思いましたけど、追い出しました。で、これで苦しみましたね、お隣さんは。ところが最近ですね、ちょっと雪解けかなと。韓流のゲームが一部解禁されたりしていて、よっしゃー、また行くでみたいな、お隣様はぬか喜びをしてるんですけども、そんなんな、お前らな、というふうに、やってくるかもしれません。で、ユン・ソクヨル政権が誕生するんでね、どういうふうに出てくるかっていうのは注目されてるわけですね。しかし米国の核の傘はまだ存在しますというふうに尋ねると、鈴木さんはそれに本当に期待できるとしたら米国から真の同盟国と認められた時でしょう。米国の外交専門家は韓国をまともな同盟国とみなさなくなっていますというふうに言っていますね。クワッドに入りたかったらですね、ちゃんと入れと言ってるわけですよ。で、どうやらお隣さんはですね、クワッドプラスワンにして日本に招待してもらおうと。5月にクワッドがありますね。バイデンさんが日本にやってきます。そこにゲストとして呼んでくれみたいなことをですね、画策したんですけど、これはアメリカの VOA というメディアがピシャッとそんなことありえへんと言いました。VOA の質問に答え、日本の外務省も日米豪印がクワッド拡大を話し合ったことはないと韓国を突っ張りたんです。さらに日本は自由で開かれたアジア太平洋の実現に向け、その構想を共にするより多くの国々と様々な試みを通じて連携を深めていくと付け加えました。わざわざ門が開けてあるとのくだりを入れたのは韓国の責任転嫁を批判するためでしょう。韓国の外交関係者はクワッドに参加したいのだが、日本が邪魔をするので入れないと言って回っています。その嘘を VOA が暴き、言い訳を封じたのですと。まあね。で、中国はですね、このアメリカの同盟国の中で韓国一番弱いということを知ってるわけですね。で、そこを盛んについてくるわけです。
鈴木さんね、韓国は勘違いしています。自分が米国側に戻るといえば米国や日本は温かく迎えてくれると信じ込んでいる。本気で戻るならともかく韓国は中国と向き合う覚悟もなく形だけ戻ろうとしているのですから、それはクワッドにとって大きなマイナスです。で飛ばしまして、ウクライナが起こってからですね、アメリカの同盟国の中でですね、お隣さんだけがですね、起死鮮明にしませんでした。で最近になってやっとしゃあないなというふうになってきたんですけどね、アメリカのですね、フィッツパトリックさんという方がおっしゃってるわけですね、以下のようにおっしゃってる。今回のロシア侵攻に関する国際的な対応の特徴の一つが、米国とほとんどの同盟国は一つの心、一つの意思で行動した点だ。ある一国、過去韓国を除き全てがロシアに対し厳格な制裁を加えた。韓国の昇進で美音的な手法は素直に言って恥ずかしいものであり愚かである。恥というのは、韓国は過去に侵略の被害者として大々的に援助をもらったし、それが再び起これば助けをまた受けるからだ。韓国の経済規模はロシアより大きく、それにもかかわらずじっと座り込んで他者間の措置だけを取るつもりだと言っている。しかし他者的な制裁はすでに施行されている。米国の他のすべての同盟国はその措置を取った。そのうち一部は独自の措置を取っている。韓国も前に出て同じようにせねばならない。恩知らずを非難した上で大量制裁にきちんと加わるよう韓国をせかしたのです。朝鮮半島が専門の米外交問題評議会の S. スナイダー上級研究員は、自分勝手な国からそろそろ卒業しろと韓国に迫りました。まあ、このなんていうか、かなりですね、アメリカ側が冷たいですね、最近ね、お隣さんに対して。米政府はスナイダー研究員らの言葉を借りて、肝心な時に裏切る韓国に強い警告を発したのです。これに供されて、ムン・ジェイン政権は対ロ制裁に遅れて参加しました。しかし米国は韓国をますます信頼の置けない国と確信したことでしょう。ウクライナで市民が平然と殺されて世界の人権が危機に瀕しているというのに知らん顔をしたのです。米国が自由と民主主義という価値観を前面に押し出して西側の結束を図ったとき、同盟国の中で韓国だけがそっぽを向いたのです。米国はそんな韓国をまともな同盟国と見ません。鈴木さんですね、ユン・ソクヨル氏が当選した直後から日本のネット紙媒体で、これやめときましょう。重官派という日本の中でですね、まあまあ言っても新官派というべきですかね、韓国の言うことを聞く連中が重官派なんですけど、ここで言うはが語るユン・ソクヨルの対日融和路線も怪しくなってきました。選挙期間中、元慰安婦に対してユン・ソクヨル氏は必ず日本に謝罪させると約束したと報じられています。これは2015年の日韓の政府間合意で基本的に謝罪をしてるんですね。だからお隣さんのやることってようわからんわけですよ。連合ニュースの韓国慰安婦被害者次期大統領は問題解決を約束が伝えています。何が問題解決なのかようわからんのですかね。まあそういうことがあって、岸さんですね、外務大臣時代に2回騙されるんですよね。岸田文雄氏は外務大臣時代に韓国に2度譲歩して裏切られた。韓国もさすがに3回目は難しいと思ったのでしょう。今度は米国を持ち出して騙しにかかったのです。自民党関係者によると、国会議員の中にも日米関係を良好に保つため韓国と関係を改善しようと声を上げる人が出てきたそうです。東京で開かれるクワッド首脳会議にプラスワンの形でユン・ソクヨル大統領を参加させたいとの韓国側の希望に沿ったと思われます。まあ、これ先の話ですね。もっとも自民党も韓国には騙されっぱなしですから、さすがに本当に米国側に戻るのか様子を見ようとの意見が党内で大勢を占めたそうです。
様子見しているうちに VOA のクアッドプラスワンは認めないとの報道が出て、米国はユン・ソクヨル政権を全面的に支持している、韓国のクアッドを拒否する日本は米国の不況を買っているといった中間派の主張は嘘だったと露見してきたのですが、と。中間派っていう方々いるんですけどね、そんなもう昔ほど力を持っていないし、これだけね、インチキをやって世界を裏切ってきたお隣さんですから、もうそれに騙されるっていうのはですね、リアリティないですね。だから、ユン・ソクルさん、新しい政権が来月誕生しますけども、外交的にはもう初手からかなり苦しい立場に追い込まれるだろうなというのが、ありありと見えますね。はい。張りません探し、僕、とってもいい記事だと思います。中国が早くもユン・ソクヨル叩き、米国はなんちゃって親米はやめろという記事でございました。デイリー新潮です。はい、皆さんどうもありがとうございます。